日向坂46の4期生が2月12日、千葉、幕張イベントホールで、おもてなし会、2日目を開催。2022年11月のライブでお披露目された4期生12人にとっては初の単独イベントで、前日と合わせ2日間で 1.5 万人を動員した。また、坂道グループはマスク着用を条件に声援、賛成の制限を解除することを発表したばかりだが、本イベントが初めての声出し解禁ライブとなった。一人一人の自己 PR でスタート。おもてなし会は、日向坂46の1期生や2期生が行ってきた同グループ伝統のイベントで、様々なパフォーマンスやミニライブで観客をおもてなしするという趣向。開演直前の影穴で、メンバーが盛り上がっていくぞ、と煽ると、早速ファンが大歓声で応える。そして、オープニングで4期生が一人一人登場し、自己 PR を行った。トップバッターの石塚陽希は、玉木、モンバイエ、1、2、3、ラー、と元気よくコールし、特技の前方展開を披露。バル、続く岸穂夏は、ダンゴムシのモノマネで体の柔らかさをアピールすると宣言し、ブリッジからの前方、後方回転をした。小西かなみのるは、等身大パネルを自作したことがあるほど好きだという先輩の加藤志穂のモノマネで、お日様、日向坂46ファンの故障にハマりたい、と訴える。清水リオは、笑顔だけは誰にも負けません、と笑顔全開でアピールし、日向坂46の前身グループ欅坂46時代の名曲、永遠の白線をアカペラで歌った。元吹奏楽部で少しだけ絶対音感があるという証言寺陽子は、三脚のリクエストに応えて、ドレミソラシドをフルートで華麗に演奏。バル、竹内のぞみこりは、キラリンフォント、とファンが呼んでいる独特の字で自己紹介のフリップを作成。最後は出身地の広島弁で、4期生みんなでおもてなしするけ、ゲット楽しんでいかんといけんよ、と語った。平尾穂夏の必殺技、平尾。平尾穂夏は、必殺技と称している、平尾で観客を打ち抜いた後、あえて苦手なバッティングに挑戦。3球目にしてボールを捉えることに成功したが、続いてサインボールを客席に投げるつもりが床に叩きつけてしまう。バル、福井県の海の近くで育った平岡美月は、海を愛し、海に愛された女の子、と自己紹介し、少しだけ勉強していたという中国語で、一緒に海で泳がん、とファンを誘った。藤島加穂は、特技の書道をその場で披露、自分のことを漢字一文字で、羊、と表現した。宮地すみれは、中学生の頃からやっていたバトントワリングをしながら自己紹介。最後は空中に投げたバトンを回転してキャッチする大技を決めた。バル、山下ヨールカは、祖父に教えてもらった三振で、No War in the Future を完璧に演奏。最年少の渡辺里奈は、自身の名前であいうえお作文を披露、最後の、な、で、仲良く12人で精一杯頑張ります、と、この自己 PR のコーナーを締めた。そして、ステージ上に全員が並んで MC、メンバーを代表して清水が、今日までの期間、メンバーのみんなで、どうやったらお日様の皆さんに楽しんでもらえるかなって考えて、たくさん練習してきました。ぜひ、たくさん楽しんでいってもらえれば嬉しいです。よろしくお願いします、と挨拶した。